英雄たちは襲ってくる己の幻影に打ち勝ち、試練を乗り越える。ついに連合軍は魂を解き放つ神器を手中に収めた。だがそんな時、拠点に残った陽動部隊から火球の砲が入る。陽動作戦を実行し、ハデスの目を冥府より遠ざけていた彼らはついに追い詰められ、全滅の危機に瀕していた。連合軍は仲間の窮地を救うため急ぎ取って返すのだった。陽動部隊は籠城して抵抗を続けているか。しかし想像していた以上に敵の包囲が厚いな。簡単には突破できそうもない。この状況、城内の者たちはさぞ疲弊していよう。かの部隊を率いているのはリクソン殿と東堂高虎殿です。治癒に秀でたお二人ならきっと師匠兵を励まし最善を尽くしてくださっているはず。だがいかに優れた将といえど、いずれは限界が来よう。そうなる前に敵の包囲に突破口を開かねば。せいぜいあがくといい。冥府の王が姿を現すまでな。騒ぎを聞きつけて奴は必ず現れる。その時こそ先の戦いで受けた恥辱を注ぐとしよう。オーディンめ、また勝手な真似をするつもりか。奴とはハデスを止めるという目的のみを共有しているに過ぎ、まあ好きにさせてやることだ。オーディンの言う通り、いずれ必ずハデスが現れよう。その前に何としても城内の者たちを救わねばな。留守を託した者たちが敵に囲まれており、早急にわしが救援に向かってやらねばなるまい。リクソン殿、高虎殿、待っていてください。必ずあなた方を守ってみせます。高虎殿、本体が帰還しました。ここを耐えれば勝機が見えるはずです。ああ、もう一踏ん張りだ。みんな守りを固めろ。素晴らしい活躍、人間の力を見ることができてわしは嬉しいぞ。正面から突破するのは時間がかかりそうだ。私は東側から救援に回る。みんな決まってるじゃん。ハデスは現れていないか。奴が姿を見せるのは私は好きにさせてもらう。どうにかせりゃ。ちょっとオーディン、相変わらず勝手な子ね。このままじゃ俺たちは畜生、助けはまだなのかよ。今より敵陣を突く。敵の勢いがこれほどとは。急がねばならぬというのに。その鮮やかな手間に日々の修練の賜物だな。君ならばさらなる高みを目指せるはずだ。城内の味方が敵に押し込まれているようです。急ぎ救援に向かいましょう。我らだけでは到底立ち位置できない。ここで死を待つしかないのか。あと一息で敵の囲みを突破できそうよ。城内のみんな、もう少しだけ頑張って。ハデス様から賜ったとっておきの策、存分に味わえ。勝として進化が問われるは今ぞ。馬鹿に遅れを取るだと。みんな私に続け。
私が討ち取ったぞ。さすがです、あなたならばと思っておりました。待てよ、いつらよく見た。敵だ。わざわざ敵を迎え入れるとはどしがたいな。敵の侵入を許したか。だが、で屈しはせぬ。目障りな幻影ども、残らず滅ぼしてやる。みんな、奮起せよ。あと一息で押し返せる。みんな、私に続け。よっしゃ。よくやった。お前がいれば必勝の策が描ける。オーディンだ。まさかあなたにご助力いただけるなんて。余力、勘違いしないでもらう。私は冥府の幻影とやらが気に食わぬだけ。援軍ですか。信じて耐えた甲斐がありました。ここまでよくあがいたものだな。褒美として俺が直接息の根を止めてやるよ。待ちわびたぞ、ハデス。今こそこの手で貴様を葬り去ってくれよ。へえ、ここまでよくあがいたものだな。褒美として俺が直接息の根を止めてやるよ。待ちわびたぞ、ハデス。今こそこの手で貴様を葬り去ってくれよ。ハデスが現れたか。神々の王たるわしが直々に相手をしてやる。風を変えた。ハデス、君の暴挙、私が止めてみせる。本当に圧倒的な力だ。驚いちゃった。あなたってこんなにできる子だったのね。敵のお出ますか。この手に俺が負けるなんて。これ以上は持たぬか。どんな残留だったか。では認めてやるわ。ハデス、滅びは貴様にこそふさわしい。その身に刻んでやろう。私を利用した報いを。本当に役に立つ駒だったぜお前は。がもう出番は終わりだ。おとなしく眠るがいい。さあ来いよ、冥府の王があんたの魂をもてあそんでやる。なかなかいい攻撃だったぜ。
ま、俺には全然効かないんだけどさ。今のは結構効いたぜ。なんじゃって。楽しかったぜ。だがお前たちで遊ぶのも飽きてきたな。次で決着をつけるとしよう。ゼウス、ユグドラシルで待っているぞ。ハデス、行ってしまったか。ともあれひとまずはしのぎきれたようだな。さて、この地に再び集いし英雄たちよ、その力わしにもう一度貸してもらいたい。この異界と我が兄の野望を打ち砕くためユグドラシルへ進むとしよう。リクソン、タカトラ、そして彼らに力を貸してくれた皆も本当によく持ちこたえてくれました。あなたたち人間は本当に強いのですね。いや、称えられるような活躍はできていない。結果としては無事に済んだが、多くの兵の命を危険にさらしてしまった。本隊が駆けつけてこなければおそらく最悪の事態は避けられなかったでしょう。救援本当に感謝します。そしてオーディン殿、あなたにもお礼を言わせてください。あの時お前が幻影の相手を引き受けてくれなければ、おそらく俺たちは今ここにいなかっただろう。お前には助けられた。言っただろう、私はあくまでも目障りな幻影を始末したに過ぎん。だが生きた駒が多くて困ることはない。拾った命でせいぜい私の役に立つのよ。まったくもう、お礼くらい素直に受け取ればいいのに。結果的にとはいえ、あのオーディンが人間のために力を貸すとは、少なくとも以前の奴にはありえなかったことだ。オーディンも変わりつつある。そう思っていいのだろうか。の戦いで退治したハデス、ユグドラシルの力を得てかなり強くなっていたわね。こうしている今も奴はあの巨木から力を吸収し続けている。いずれ何者も手が出せなくなるだろう。ふん、神をも滑る存在になるか。奴の不尊なる望みが叶うというわけだ。そうなる前にハデス殿を止めねばなりません。冥府より持ち帰ってきた神器を使えばそれがなせる。そうですね、ペルセウス殿。ああ、そのはずだ。ユグドラシルに核として囚われているオーディンの魂を神器の力で解放する。そうすればユグドラシルは力を失い、結果ハデスの力も削ぐことができる。できるはずなんだ。煮え切らぬ物言いだが無理もないか。このような事態、前例などあるまい。そしておそらく最初で最後となるのだろうからな。ええ、悔しいけど今の私たちはこの可能性にかけるしかないわ。英雄たちよ、この事態を引き起こしたこと、ハデスに代わってわしが詫びよう。本来ならば神である我らがこの事態を収束せねばならぬところだが、情けないことにそれはかなわぬ。
しかしお前たちと進めば危険な賭けにも打ち勝つことができるであろう。わしらと共に世界を守ってほしい。何を今さら。この世界に関わった時から我らも立派な当事者だ。改めて頼まれずとも戦う覚悟はとうにできている。散々振り回されてきたのだ。ここまで来て結末を見届けんわけにもいくまい。最後まで付き合ってやるからな。ゼウス殿、共に参りましょう。世界の崩壊を阻止し、ハデス殿との戦いに決着をつけるために。よかったわね、ゼウス。あなたを支えてくれる者たちがこんなにいるんだもの。きっとうまくいくわ。うん、では進むとしよう。決戦の地、ユグドラシルへ。